ダイレクトマウント台車における、ボルスターアンカー。ボルスターアンカー付き台車の例。近畿車両系 d 7 6系ダイレクトマウント台車。ボルスターアンカーは、鉄道車両の台車を構成する部材の一つである。枕張りを有する台車に用いられるもので、上下道を吸収する枕羽に設けられ。 台車の牽引力及びブレーキ力の伝達や、車体との間の旋回合成付与といった機能を果たす。図1から1台車に求められる相対動き。鉄道車両の台車は輪軸を保持し車体の重量を支えるとともに、走行時に生じる振動、衝撃を吸収、緩和する働きを持つ。さらに、鉄道車両が線路の曲線部に差し掛かった場合には、 台車そのものが回転し、円滑に走行できるものでなければならない。このような機能を果たすため、台車には輪軸を支える軸ばね、車体を支える枕バネの2種類のバネが設けられている。軸ばねを含む、台車、輪軸の相対動きを許容する機構。装置を一時バネ系や軸箱指示装置などと呼び、枕バネを含む、車体、台車の相対動きを許容する機構。 装置を虹羽系や、車体支持装置などと呼ぶ。大きな相対動きを考えると、軸羽は輪軸の上下動を吸収するのみであるが、枕羽は上下動の吸収とともに、台車の回転を許容する必要がある。車体の重量を支えつつ回転させるという、要求性能に対し、いくつかの機構が存在する。 20世紀後期に開発されたボルスタレス台車では枕バネそのものを横方向に変形させることで台車の回転に対応しているがそれ以前は枕量と呼ばれる部材を介して回転を許容する機構が主流であった図1から2枕張りを介したダイレクトマウント台車の回転図1から2断面図枕張りは枕バネの上部側か 株側もしくはその両方に設けられ、心皿及び、側受けと呼ばれる部材と接しており、台車の回転を許容する働きを持つ。すなわち、枕張りを持つ台車は、求められる二つの機能を、以下のように分離している構造となっている。図一からには、枕張りを有する台車の回転を示したものである。この方式の台車は、ダイレクトマウント方式と呼ばれるもので、 車体を支える枕バネは枕針の上に乗っており枕バネ自体は回転しない一方枕針は台車枠の横張りと中心ピン心皿側受けでつながっている側受けや心皿は枕針からの上下方向の力を受けるものであるが平面的には摩擦板である側受けによってある程度は滑る構造となっており枕両と台車枠は 中心ピンを中心に回転することができる。このように枕張りを有する台車では、枕バネを上下動の吸収のみに用い台車の回転は、枕張りを介して行う構造となっている。この方式のほか枕張りを有する台車には、枕張りを枕バネの上に設置し、車体との間で回転を許容する、インダイレクトマウント方式や、 側枠から釣りリンクで下揺れ枕と称する、枕針を釣り下げてその上に枕ネを置き、さらにその上部に心皿と、側受けを支える上揺れ枕を備える揺れ、枕式などがある。いずれも心皿、側受けと、枕針の間で台車の回転を行い、枕ネそのものは回転しない構造である。随一から三ダイレクトマウント台車における、 ボルスタアンカーの動き図1から3段面図ズ KQ2100K 電車のダイレクトマウント台車 A がボルスタ、B が枕羽ネ、C がボルスタアンカー。枕張りを有する台車では枕羽ネは上下動に対応し、回転など横方向の変形は許容しない構造である。また、台車は車両から外れないように前後方向の高速を行い、 台車からの牽引力を車体に伝達しなければならない。しかしながら、枕バネは一般に横方向の剛性が低く、台車と車体の間に生じる前後方向の力を伝達するには至らない。この時必要となるのがボルスターアンカーである。ボルスターアンカーは枕バネの上部側、下部側を前後方向に拘束し、牽引力やブレーキ力を伝達するものである。 一般に棒状の部材であり、前後方向の力を伝達するため台車の両側面に水平方向に配置される。枕羽ネの両端を結ぶ構造であることから、その多くは上下方向にブラケットを設けた上で水平方向を結ぶ構造となっている。また、上下に伸縮する枕羽ネの伸縮を妨げないよう、ボルスタンカーの両端はゴムブッシュを介した。 結合方法とし、上下方向の変形を許容している。一般にはモータによる加速力やブレーキによる減速力といった前後方向の力は、台車中心ピンボルスタボルスタアンカー車体という順番に伝えられる。随力3は、ダイレクトマウント方式におけるボルスタアンカーの働きを示したものである。この方式では、枕バネは、 車体の直下に配置されるため、ボルスターアンカーは、車体と枕張りを結ぶように配置される。側面図に示すように、車体からボルスターアンカー受けを下ろし、ボルスターアンカー受けと枕張りをボルスターアンカーにより連結することで、車体と枕張りの前後方向の力を伝達する構造である。前述の通り、ボルスターアンカーの両端は、ゴムブッシュ構造となっており、 ゴムの変形により、上下方向の伸縮を逃がしている。ボルスターアンカーにより枕張りまで伝達された前後、方向の力は、中心ピンにより、台車枠へと伝達する。上下方向を含めた力の伝達経路を、表1に示す。図2から1揺れ枕式枕両台車、揺れ枕森方式。図2から2揺れ枕式台車の動き。 国鉄24景客車のカニ24の揺れ、枕式台車に使用されている上揺れ枕とした、揺れ枕揺れ枕式空気バネ台車。上揺れ枕両端にある、側受けで、車体荷重の一部を支持するともに、空気バネの上部に設けられた上揺れ枕と、台車枠の間で結合された、ボルスターアンカーで牽引力の伝達と前後方向を、拘束する。 国鉄キハ80系機動車前説では、ボルスタンカーの基本的な役割とその機構について、枕両代車において牽引力を伝達するものとして、解説した。しかしながら、枕両代車の牽引力伝達は、必ずしも、ボルスタンカーによる必要はなく、より簡便な機構でも可能であった。ここでは、枕両代車における、 牽引力伝達方式の変遷について述べるとともに、ボルスタンカーの特徴について解説する。図2から1は、揺れ枕式と称する台車形式であり、枕両台車では、古くから広く用いられてきた形式である。この形式では、上揺れ枕、下揺れ枕と呼ばれる2本の枕針を有し、枕羽根は、この2本の枕針の間に設置される。また、 下揺れ枕は、台車枠から釣りリンクあるいは揺れリンクと呼ばれる部品により、刃の地型に6から7度前後に傾斜して、吊り下げられており、左右に揺れる構造となっている。この構造は、台車に作用する左右方向の衝動を緩和する、働きと曲線通過時に、車体の中心と台車の中心が変異して重心が移動した際に、 速やかに元の位置に引き戻す力が働く仕組みとなっている。さて、図2から1で示した台車は、揺れ枕式の中でも、さらに歴史の古い形式であり、上揺れ枕の中央上面に下心皿が設けられており、車体下部の大枠の枕両中央仮面に設けられた、上心皿と結合して、台車の回転中心となり、車体の重量を負担すると同時に、 台車からの牽引力を伝達する一点指示方式である。側受けは原則として荷重を受けておらず、車体傾斜時のみに車体を預ける点灯防止装置であった。また、牽引力の伝達についても揺れ枕盛りという方法によっている。揺れ枕式では上揺れ枕と台車枠の間で牽引力の伝達が必要となるが、古い台車では上揺れ枕と 大車枠の間にスリータを設けて、上揺れ枕、大車枠間の左右相対振動は、スリータに沿って動くことを許容しつつ、前後方向については、スリータの接触により牽引力の伝達を行う、揺れ枕盛り方式が主流であった。揺れ枕盛りは、スリータ1枚で牽引力の伝達が行えることから、構造が簡単で安価な手法である。その一方で、 台車の揺れにより絶えず、修道を起こしていることから摩耗し、走行に応じて、台車枠と上揺れ枕の間に隙間を生じ、牽引力の伝達に、ガタつきを起こすことが欠点である。このため牽引力を揺れ枕森でなく、ボルスターンカを用いて、高速安定性を高めた台車も存在する。部材点数が多く、それぞれの部材の高速が少なく自由度が高いことから、 複雑な揺れを示す。この揺れによって、揺れ枕盛りは、激しい摩耗を起こし、前後方向にガタつきを生じることで、さらに揺れが増すといった悪循環を引き起こしやすい。特に左右の陽動のダンピング要素が乏しく、高速では、振動が激しい欠点がある。リンクや揺れ枕守りがあり、保守が煩雑になる。揺れ枕式台車は、基本的に、 油圧ダンパーが発達していなかった時代の設計だが、JR を、はじめ未だ多くの台車で用いられている。このような問題は、列車の高速化に伴って、より顕著となる。揺れ枕森による前後方向のガタつきは、上揺れ枕に対し前後方向の自由度を与え、台車打行動の原因となる。打行動は、列車が直線を高速で走行する場合に発生する。 現象で、輪軸や台車、車体が炎直軸周りの事例振動を起こすものであり、台車や車体を左右に激しく振動させる。これは乗り心地を損なうばかりでなく、脱線などの重大事故の原因となるもので、高速化の障害となる現象である。多行動の原因は、走行速度、車輪踏みずらの形状、輪軸の指示方法、軸挙、さらには、車両の合成、 減衰性能、質量などが関連する複合問題である。この中でも、台車の構造は打工道に与える影響が大きく、様々な研究、対策が行われてきた。打工道に対する対策の一つは、適切な合成の確保である。一点指示による、車体指示機構と揺れ枕森による、牽引力伝達は、揺れ枕の中央のみが拘束されていることから、 必要以上に水平面での回転を起こしやすく、打行動に対する必要な合成を欠く構造であった。そこで、心皿、中心品といった上揺れ枕の中央部のみの固定ではなく、上揺れ枕両端を前後方向に指示することが必要とされ、上揺れ枕両端にある、側受けでの荷重支持とボルスターアンカーといった手法が用いられるようになった。 側受けにより、積極的に上下方向荷重の一部を上揺れ、枕針の両端で受けることで、その摩擦力により、前後方向の指示を行い、ボルスターアンカーは、台車枠の側針の外側において、台車枠と上揺れ枕の間で結合することで、牽引力の伝達を行うのと同時に前後方向を拘束する。ほか、枕ネを油圧ダンパーを組み合わせた。 コイルバネ、またはベローズ型の空気バネとし、釣りリンクを外側に広げて踏ん張る力を大きくすることで、より安定性を増す構造としており、いずれも主たる目的は、荷重の伝達であるが、副次的にヘビ行動を抑える効果を有する。ここまで、機構の解説に紹介した枕両台車は、ダイレクトマウント方式と呼ばれるもので、枕バネを、車体の直下に配置し、 台車の回転を枕バネと台車枠の間で行う方式である。この方式は歴史的に比較的新しいものであり、枕張りを用いた台車にはこの他にも多数の形式がある。いずれの形式の場合でも、ボルスターンカーは枕バネの上下端を前後方向に拘束する構造であるが、形式の違いにより、ボルスターンカーの取り付け位置に差異が見られる。また、 前説で述べた通り、軽引力の伝達は、揺れ枕森による場合もあり、ボルスタンカーは枕両台車に必ずしも設けられるものではない。台車の変遷から、揺れ枕式には、ボルスタンカーのないものが、比較的多く見られるほか、インダイレクトマウント方式でも揺れ枕森による、軽引力伝達を行う形式もまれながら、存在する。揺れ枕式では、 二本の枕張りを有しているが、ボルスターアンカーは上揺れ枕と台車枠の間のみに取り付けられる。ボルスターアンカー付き揺れ枕式台車では、荷重は以下のように伝達する。図3から1インダイレクトマウント方式台車図3から1はインダイレクトマウント方式と呼ばれる枕両台車の形式である。この形式では、車体と枕羽の間に、 枕張りを設けて、台車の回転を行っている。台車全体が回転するため、ボルスターアンカーは枕両と、台車枠の間に設けられており、この方式の台車では、車体からの力は、以下のように伝達される。以下にインダイレクトマウント方式台車の、ボルスターアンカー事例について示す。一般に、空気バネが用いられるが、 コイルバネの横合成を利用した、東急車両 TS-301 などのように、コイルバネ式の事例も見られる。ダイレクトマウント方式と同様、一般にボルスターアンカー受けが設けられるが、TR223G 型のように、台車枠の形状を利用し、ボルスターアンカーを直結している台車もある。この方式では、車両と台車は、力学的には心皿と、 側受けのみで接するので、揺れ枕釣り方式などの台車と容易に交換することができるため汎用性が高い。図3から2直角クランクピンとボルスターアンカーによる台車の回転枕両機構を持つ台車では、中心ピンと心皿の作用により台車を回転させている。しかし、台車左右に配置されるボルスターアンカーを直角クランクピンで連結すると、 回転中心となる箇所に心皿や中心ピンを設けることなく台車を所定の位置で回転させることができる。このような心皿を用いない台車の回転機構を仮想新皿方式と呼ぶ。図3から2に直角クランクピンとボルスターアンカーによる仮想新皿方式台車の回転機構を示す。ボルスターアンカーの一端は車体に固定され、もう片方は 台車枠に取り付けられたクランクピンと結ばれている。左右のクランクピンはロッドにより連結されており、相互のクランクピンの作用により、台車はあたかも心皿を中心に回転するような動きができる。この形式の台車では、枕バネの配置はダイレクトマウント方式に近い構造となるが、回転を許容する枕張りのない一種のボルスタレス構造であることから、枕バネは、 台車の旋回による変形に耐える構造が求められる。また、ボルスタを有しないことから、牽引力伝達棒を、ボルスタアンカーとは呼ばず、単に引っ張り棒、または、押し棒と呼ぶ場合がある。この形式における力の伝達を以下に示す。枕張りや心皿を持たないため、伝達機構は、比較的単純である。 一般に仮想新皿方式が用いられるケースとして以下の2点が挙げられる。前者は主に機動車で一台車二軸駆動を行う場合に採用される。機動車ではエンジンやトルクコンバータを車体に装備し、台車へは推進軸により駆動力を伝える。この時、エンジンよりの一軸のみを駆動する場合は問題とならないが、一台車の二軸両方を駆動する場合は 臨時軸間にも、推進軸あるいは平ら歯車による、動力伝達装置が必要となり、それらが枕両と干渉し台車の部材配置が、困難となる場合がある。このような場合には、心皿や、枕張りを持たない、仮想新皿方式が有利となる。写真3から4仮想新皿方式による台車。もう一つは、特に列車の引き出し時等での軸受保証を必要と。 する車両用の台車である。これは、列車の引き出し時において、電動機が始動して車輪が回転を始めると、その反力により、台車が進行方向に対して後方に傾こうとする、回転モーメントが発生して、前方の車輪の軸重が小さくなり、後方の車輪の軸重が大きくなる。車輪とレールの粘着は軸重に比例するため、 前方の車輪では空転と呼ばれる空回りが発生する恐れがあり空転が発生すると牽引力がほぼ0となり列車を引き出すことができなくなるまた軸重は走行路線の勾配の影響により他の輪軸に移動する性質もあり適切な軸重は空転を防止するために必要である大きな引っ張り力を必要とする機関車では 軸重の移動による影響が大きく、その対策として、旧型電気機関車では、重量がある頑丈な大型の三軸台車とし、台車同士を、連結棒で連結する方式を採用しており、e f 6 0系以降の電気機関車では、一台車に、月一つの電動機を搭載して、片側の車軸で発生した反力機をもう片側の、車軸で搭載する一台車一モーター方式を、 EF30 型と EF80 型に採用している。軽引力の反力による台車の回転モーメントは、軽引力の伝達点がレール面に近ければ小さくなり、レール面では0となるため、仮想新皿方式では、車体下部の台枠と台車枠をつなぐボルスターアンカーや、引っ張り棒をレール面に極力近い位置に配置して、軽引力の伝達点の高さを、 レール面に近づけることで軸中の移動を防止することができるとともに、さらなる牽引力の向上を図っている。写真3から4に、仮想新ラ方式による機関車の台車事例を示す。これは、ジャックマン方式と呼ばれるもので、ボルスターンカーに相当する、引っ張り棒が、車体下部の台枠と枕羽直下の間を軸箱の、下を通って低い位置で結んでいる。 枕羽根の直下には、クランクピンが設けられており、台車を回転させる機構を有するとともに、台車における、牽引力の伝達点を下げることで、台車の回転モーメントと軸重の移動を抑制している。上田マリコ電鉄 ED251 のブリル27、MCB-2 台車。ブリル車純正品の証である、虎に、音が、 台車枠中央の揺れ陳情部とガゼットステーを結ぶ形で残されている。トラニオンはアメリカの JG ブリル社が1900年代初頭に開発し、ブリル 27MCB76E77E など同時期に開発された同社製ボギー台車に装着された揺れ枕の陽動を抑止するための機構としてのボルスターアンカーの始祖である。 これは、台車側枠とトランサムを結合するための、ガゼットステート、枕張りの間を、虎に、温帯ロッドと呼ばれる、リンク機構で連結し、リンクの、各関節部に組み込まれた可動ピンの摩擦力によって、枕張りの過剰な溶動を抑制するものである。この機構は、単純ながら、台車の乗り心地改善に、大きな効果を発揮するものであった。しかし、開発元である、 J.G. ブリル社はこの機構を含む台車設計に関する各種独自開発機構をすべて特許申請したため世界各国で製造された同社製台車の模倣品ではこの機構を採用できず特許保護期間中は広く普及することはなかった。なお日本では日本製工所が J.G. ブリル社と提携関係にあったため 同社で製造された正規ライセンス生産品のブリル台車にはこの虎にオンが取り付けられていた。ボルスタアンカー溶断パ溶断パのみを装着するボルスタレス台車の例ボルスタアンカーと溶断パを併設する台車の例マクラハりを持たないボルスタレス台車や一部のボルスタアンカー付き台車には溶断パと呼ばれる部材が設けられることがある。ダンパはンパを介して 車両と台車を接続しているもので、ボルスターンカーに似た形態を有している。しかしながら、その役割は主に高速走行時に発生する、打行動と呼ばれる台車の異常振動を抑制するものであり、牽引力の伝達を目的とした、ボルスターンカーとは、機能、構造ともに異なるものである。ボルスターンカーもヘビ行動を抑制する機能を、 副次的に備えてはいるものの、牽引力やブレーキ力の伝達がその主たる機能である。ことから、ボルスタレス台車においてはむしろ牽引装置がその役割に相当する。渦は曲線通過時におけるボルスターンカーと溶断波の動きを比較したものである。ボルスターンカーは牽引力を台車から車体に伝えるため、 曲線通過時でもアンカーは伸縮せず、枕張りの前後方向を拘束している。台車の回転は枕両と、側受けが滑ることで許容するが、枕張りから、台車アクエは、中心ピンにより牽引力が伝わる構造である。これに対し横断波は、台車の回転に伴って、断波部分が伸縮して、回転を妨げない構造となっており、 経因力の伝達を行うものではない。ただし、溶断波は図に示すような曲線通過時の緩やかな台車回転には抵抗しないが、打行動のような比較的動きの速い台車の回転振動に対しては、断波が減衰作用を発揮し、打行動を抑制する構造となっている。ありがとうございます。